目は都と言いますが、やはり生まれ故郷ほど懐かしいところはないですな。そりゃそうですよ。いや、どうしてもね。失礼ですけど、お宅の生まれ故郷はどちらですの？僕、大体大阪ですが。ああ、あんた大阪で泳いでたの？泳いでたの、君、金魚と違いますよ。出目金や思ってた。よいわ。で、君どちらです？私は京都ですが。おー、あんた京都ですか。ひい、京美人ですわ。そんなこと聞いてませんが、あんた京都どの辺です？京都と言っても広うござんすよ。東山三十六方瀬なにおい、鴨の河原のせせらぎを、おざめえと木から耳にして、夜の花咲く祇園町で、おんまれなすった漫才屋の若菜さんた、またしのこったい。いや、別に言いばって言われてもいいでしょ、あんた。祇園ですか？ええ、お母さん芸者屋ですね。おお、なかなか粋なご商売ですな。娘漫才屋。いやらしいないですか、ね、で、お父さんは？お父さん誰かわからないの。もう情けない女やね、あんたも。生まれたのは京都ですけど。ああ、京都で生まれて。育ちは広島県じゃがの。おお、中国地方ですか。ああ、やね、ちいた遊び金さりゃいいに。えらい鉛ですな、あんたも。くりゃいいにてやしよ。こんにがまた遠慮なきいとは、あんたが。いや、ありがとう。家に遠慮せんさらでもいいよ。ああ、そうですか。あれやの、うち方のおかかが言うとっちゃったよ。おかか一郎さん、ちいとも来ちゃんにゃが、あんにゃいなげな人じゃの方に、まあどうしちゃったんか。なんとまたせせこましい言葉ですな。きんさりゃ家に来てゆっくり鼻でも広げんさりゃ。おい、何のために僕広島まで鼻広げに行くんですかよ。でも情があるでしょ。まあ女性的なとこはありますな。国々で奥に鉛がありますよ。そらありますな。アクセントを真似て似てくるとどうも楽しいですね。ああ、面白いもんですな、やっぱり。大阪堺の郷土末。なるほど。兵庫神戸は南沿いや、うん、長崎抜天江戸べらぼう瀬戸のない仕事。同じ日本の国でありゃ面白いもんですな。お宅は愛知県の瀬戸というとこいらっしゃいましたか？ああ、ここは瀬戸門の本場ですね。あのねということはあのないしとおっしゃる。あのないしね。あのねやし、ああ、お隣からぼたもち2つもろうてねやし。なるほど。一つ兄様が食べてねやし、後につけるんですね。一つお母さんが食べてねやし、おあと何にもねやし。ないしばっかりで、あんた丸切れあんのかないのか分からんですな。言葉で分かりにくいのは九州方面ですね。あ、九州はそんなに分かりにくい。もっと奥の鹿児島へ参りますとね。鹿児島ね、全て言葉を半分しかおっしゃらないように聞こえますよ。やっぱ簡単に言うんですな。私は小さい時から大変な遊びが好きですということ。ああ、そんなのどういう意味？あたし神経とかなくかっついてんの。えらい、また引っかかるんですな。あっちこっち歩き回って大変疲れましたということ。ああ、そんなのはどういう意味？ペコペサキもしてだもした。いや、それじゃ全く舌を噛みますね。舌噛まんと鼻噛みなさい。いや、鼻は噛むんですよ、あんた。そうか。よいわ、言って。喧嘩の時謎は関西弁に限りますね。僕らやっぱり慣れた言葉がいいですな。そうですね。この間東京行きましてね、いっぺん東京行ったら江戸弁使いたいと思いますけど。それは誰しも思いますな。一言しか言えませんわ。あ、そりゃそうでしょうな。二言目にはもうすぐ関西弁が出てしまう。やっぱりメッキが剥げるんですな。何を言ってやがんだよ、ほんだらどつかれと。そりゃ気味あかんですが、混ぜこぜですがな。変にカムフラージュするよりも、初めから大阪弁でパッパッとやる方が喧嘩が綺麗ですね。ああ、また気持ちがいいですな、やっぱり。喧嘩のサンプルを一遍ご紹介しました。ああ、どうぞお願いします。お前ら男前は思ってんのですか、ダメ。カタッと、一体それは誰のことですか。あれやないけ。お前なんかじゃがんねん、目はちっこや鼻は開いてるわ。僕は何も言うてませんから。おけとこ口ばっかりないから、そんなしょうもない顔で女できると思ってんのか、鼻たれ。えらまたものすごいな、あんた。目向かんかってサンプルや言うてますが。僕は何も言うてへんから、こっちはさえないやから、一体。同じ意味でもこれを博多弁で申し上げますとね。博多弁はどうなります？ああ、もう死に物狂いですよ。えらいことですな。あんたくさ、目の小さか鼻の低か。また鼻のこと言うてる。とかとか口ばっかり、すぎゃんつらな、一丁も女のでくることなか。いや、聞いてる方が肩こりますよ。首の骨がいがみそうです。ややこしい言葉ですな。お芝居などは江戸弁ですね。芝居はやっぱり東京弁ですな。短歌が綺麗で大衆向きですよ。だから歯切れがいいですもんな、やっぱり。シガレット恋が情けぬわだ。さっきにしがねえ恋ですから。与三郎ちょっと陽光してきたの。えらい、まだハイカラなんです。バットで殴られ伸びたの、どう取り留めてか来たらずの、めくる暦も見通せごし、東京のパパには感動され、読んどころの満州から品懺悔を駆け回り、面に受けたる看板の傷がもっけの生命と、
殴られよざっと異名を取り、喫茶店嵐になろうよりだ、慣れた時勢のアパートで死んだと思った勇敢マダム、断髪姿でいようた、キリスト様でも気がつくめ、アーメン。なんとまたハイカラのややこしい原野だらですな。同じお芝居でもこれ名古屋弁で言いますとね。ああ、名古屋の役者が言いますと、顎にお餅がひっつきそうですよ。おお、これはまたややこしいですな。気がねえ声が情けなだだろ。いや、あんた眠たいのですかい。あねえも、え、命の綱の切れたの女も決体だな。またどう取り留めてか消さらずだげ、おみやさん。おみやさん、おとみやっとか目に入りあったなもとろくてやことき焦ったわけさんだもん。それじゃあ君芝居になんですよ。芝居になってもならいでも名古屋弁やったらもうしまいですの。なんでしまいになるんですか。でも昔から言うでしょ。どう言うてます。終わりは名古屋と。